問題ってのは人から与えられずに、むしろソニーにおいては問題ってものを作り出す、探し出す、その問題解決を自分が一生懸命やる。難しいことにチャレンジをしてもらいたい。我が社はチャレンジをする精神が一番大事で、人間の心を満足させる、そういうことで初めて科学の科学たるゆえんがあるので、そういうことを考えていかないと通用しなくなる。僕はエンターテインメントビジネスというのはいつでも人間に対して必要なものなんだから、心に金銭に触れるようなものを出していけば、どんな世の中でも続くビジネスだと思っているわけ。人間ですから、それは自分に一番のウエイトを送っていることは、これはもう当たり前。自分を捨てて人のことも同時に考えると、少なくとも自分と同時に人のことも考えるぐらいにしてて、人間というのはちょうど良くなると思うんです。愉快な会社を作ると、技術を応用して世の中のために奉仕をする。ソニーというのは素晴らしい人の輪を持ってるし、そして素晴らしいグループを持ってるし、我々が作ったですねベースを本当にうまく使ってね、大飛躍をしてほしいし、頑張ってほしいと思う。ソニーが真に世界の人のものになるためには、まだまだ私どもはしなきゃならないことがたくさん残されているような気がいたします。人生はたった一度しかないのであります。その二度と来ない一番大事な時をソニーで過ごして、悔いはなかったなと思えるようにあってほしいというのが私の願いであり、あなた方一人一人自分のためであります。多様な事業を動かしてくれているのは11万人の社員で、この社員がベクトルを合わせて進んでいくためには、パーパス、存在意義を定義することが重要と考えました。ソニーのパーパスのキーワードは感動ですが、感動するのは人であり、感動を作るのも人です。ソニーにおいても、人は価値創造を支える最も重要な基盤と考えています。パーパスに基づいた企業文化を醸成していくには、継続的なコミュニケーションが必要です。それによって社員が自身の生きがいと働きがいにパーパスを結びつけて考えられるようにしていきたいと考えています。